はい、それではやっていきましょう。チャプター2ですね。全部武器を置いてきちゃったので再び武器を作りますか。サーベルショット。ハロー。 Some scrawny dude hiding and bite the bull sunset. Think he needs a friend, man. うん、サイドミッションですね。その前にエネジャイザー、そしてランダマイザー、食物合体ランダマイザー。ごめんなさい、食事中の方ごめんなさい、美味しくなかった。ランダマイザーは美味しくなかった。なんかケンさんがやっちゃいましたけど、これでボスが乗ってたバイクをこれで乗れるようになります。そしたら、いいですねこのバイク、機動性も優れ、あの人を助けました。で次に、サイドミッションかな。今日はサイドミッションを多分ある程度進めるようになるかもしれないですね。これ後回しでもいいんだけど、まあ一応先にやっとくかね。この地下に、変な男が隠れてると、助けに行ってあげってことです。これですね。いや今出ますんだよ。Bro, manic looking dude at the Ingleton gun shop on the roof might be a jumper. はい。ここの男はですね、完全武装と言ってきながら全く武装してないです。What are you doing in here? You're gonna freeze to death. You think I don't know that? Screw you, okay? I was scared. What else could I do? Hey, I know it's bad out there, but the first step is to try and calm down, and then calm down.What the hell are you saying? Everyone's going to die. God, I don't want to. 長い。I used to. 要はですね、こいつ武器がないから怖くて出ないよと。コンボ武器の、設計図手に入れたんだけど、その素材がないから作れないから出れないというので、チェーンソーと肉切り包丁を持ってこいということを言います。なのでその2つを手に入れに行きます。どこにでもあるんですけどね。Very intense looking chick doing some ritual over in the graveyard. Shit. 墓場で変な女が儀式をしているそうです。儀式の女です。お、スポーツカーがある。スポーツカーにしよう。ね、かっこいいスポーツカーに行きましょう。ひとっ走り付き合えよ。ということで、ガンショップの方に向かいます。最初の町のね、ガンショップの方へと進んでいくわけなんですけども、エリアが隣なんでちょっと遠いんだよね。今普通の人間だったような気がする。これ前回の百花たちのザコがまだ残ってるんですよね。まあ、それも構わず、放置して進んで、でバスの上に人がいるんだけど、ヤッホー、あの人は放置で、あの人のね後ろに腐るほど銃があるので好きに使っていいぞって言われます。なので後で使いましょう。おお、まあまずは急ぎましょうかね。皆さんのナイストライブ。ナイストライブ。困ってる人も放置と。
で向かうのは、ガンショップの2階ですね。あう。ガンショップ2階皆さん、ガンは男のロマン、まあ女性のロマンも、女性もある意味ガン好きみたいですけどね。ある意味ね、ちょっとロマンを感じますけど、まあガンショップの2階です。オブジェクトが私の歯医者についてこれていない。変な男がいます。こいつに話を聞いてみましょう。 Hey, are you okay? Why even bother going on? We're all doomed! If I had my tarot cards, maybe... 長い! I wouldn't give up. ようやくするとですね、こいつ超根性の足で、占いをで決めないと自分のことを決められない男なんですけども、その占いするためのタロットカードをなくしてしまったので動けない。それを持ってこいって言ってます。なのでこいつのその思惑じゃねえやためにもタロットカードを拾ってきてあげましょう。いやとりあえずね、まあ、タロットカードなんですけども、まあ、いろんな要素にあるけど、ちょうどいいので、回収します。チェーンソーと肉切り包丁なんですが、あの中にもあるんですが、ここにもあります。チェーンソーと、肉切り包丁ですね。うん。あ、しまった。もう一回話さなきゃいけないんだ。まあいいや、でも。はい。なので、この二つを持ってって、武器を作ってあげればいいんですけど、あ、マジで作っちゃった。本当は作れません。あいつに持っていくと、レシピを教えてもらえます。でも、まあ、もう一個あるんで。はい。この二つを持ってって、あいつに話しかけると、この、まあ、この武器を作り方を教えてくれます。ちょっとごめんなさい、先取りしちゃった。未来を垣間見てしまった。はい、まあいいや。そしたらタロットカードがですね、あ、間違えた、違うよ、どっか肉切り包丁を手に入れないけど、今カマ作ろうと思ったのに。まあいいや、どっかで手に入れていきましょう。タロットカードがそこにあります。とりあえずね、タロットカード全部で5個ありますので、そのどんどん拾っていきますか。走ると長くなっちゃうかな、大丈夫かな。チェーンソー大事にしないとね。多分あ、肉切り包丁とかこの辺にもあるだろう。思わず今使っちゃって、ジェットパンチのお店、オブジェクトを読み込むのにちょっと時間かかります。ハサミ、まあいいや、武器ショップで多分取れればいいか。はい、じゃあ2個目ですね。世界のカードかな。はい、世界のカードを取りました。西園寺世界ですね。やらしさで持ってった昭和の女、そんなことないですよ。そんなことはないですよ。あ、彼女のやり方ですからね。ちょっと乗り物も手に入れましょうか。時間がかかるので、一回でも作ったものがですね、これいつでも呼び出せます。なので今回はミニバイク、はい、三輪車みたいなものにですね、大型のエンジンをつけてます。よってなかなかの高機動力を発揮するもんです。いいでしょう。でもあんまり長く続かないんで。ミニバイク、そこの駐車場かな、いかがわしいお店の駐車場ですね。よし、いいバイクだろ。はい、ここに戦車のカード、チャリオットですね。
たら、次は、おい邪魔だお前。次は 100m 先向こう。ちょっと遠いな。 100m 先抜けられるか。狭い道を抜けられるには特化したバイクではあるけれど、おお。やっぱ大通り行こうか。84m 先カラン。50m。 バイクが邪魔だな。降りよう。やはり降りよう。いいな。どこだっけな。あ、リングの中だ。はいはいはい。次はですね、スポーツジムのリングの中ですね。リングインしましょう。リングイン。ベッドインしたい。リングインオッケー。リングアウト。最後は死神だったかな。死神のカードを手に入れるために、よいしょ。煙吹いてるな、ミニバイク。よし、ミニバイク。なかなか操作が難しい。ちょっと邪魔だった。で、これでここに、死神のカードですね、手に入れました。あとは戻るだけです。あ、そうか、そうですね、戻るんだけども、まあこれ後でもできるので、とりあえず、サイモンっていうか、そのカードの、俺ねえや、カードのやつだけ助けて、チェーンソーは墓場は後かな。チェーンソーのやつは最後に助けましょう。まだ時間がありますね。このメーターみたいなのが一番端まで行くと失敗になっちゃうんだけど、まだ助けるチャンスはあったと思います。ダメだったら別にいいかなっていう方向で。なのでチェーンソーだけ持っていきましょう。忘れずに。チェーンソーと肉切り包丁か。はい、でこいつにカードを渡して、話が長いので飛ばします。はい、クリアしました。でクリアすると、あのこいつが仲間になるので、まあ、こいつを引き連れて、まあ話、一緒に戦うことができる。まあいてもいなくてもいいんですけどね。せっかくなんで連れてきますか。メインミッションはどこだっけな。こっちだ、真ん中の路地か。 OK、 じゃあ進めましょう。邪魔するぞ。地下からじゃないと入れないって話ですからね。あらやだ、暗いわね。爆発物もいっぱい。わお、踏み放題だ。脚立、ショットガン、あんま面白いもんねえな。あお、銃を持って、ね、LMG を持ってきてもよかったね。こんだけ数がいるんだろう。よっ、邪魔だ。もういっ、よし、武器などいらんの。あいつやられてんな。
バッテリー&電動、ああ違う、ステッチ、そうじゃない、電動クラッシャーレベル2、ラグビーボールとボールナイフ、読めない、はい、じゃあ行きましょう。これが墓地です。で、墓地に変な女がいると。なんか怪しげな儀式をしてる女なんですけど。Hello? Silence! The angel of death demanded! Angel of death? Are you talking about the zombies? Do not speak of them, God! You understand! These creatures have spoken! よくわかんないけど、この儀式を手伝えって言われます。飛ばします。この中でゾンビを倒せば OK だそうです。はい、よくわかんないこの魔法陣の中でゾンビの血を浴びせれば OK です。どんどん行きましょう。落ち来い落ち来い。ヘイ、あいつ弱えな。おっと、入ったか。めっちゃやられてるな。そしたら次は、次は、はい、みんなこっちですよ。え、カモン。オッケー。あそこが最後かな。最後はこちらです。ちょうど綺麗にゾンビが入ってねえな。あ、でも入ったか。入りましたね。オッケー。ただ、あの女の子がいます。サイモン弱えな。サイモンやられっぱなしじゃないですか。まあキャラクターによってその性格っていうか強さ決まってますので、強いやつは本当強いですね。さてこのおばちゃん、おばちゃんを話しかけます。はい、よくわかんないですけど、結局変な儀式した後に自害しちゃいました。まあちょっと危ない人だったんですね。まあ、彼女はまあ救うことはできないので、まあ一応クリアと行きましょう。そしたら、あ、今度はその本編に戻って、で主人公ニックさんゾンビ化しちゃいそうなので、ゾンブルックスを探します。あれ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 、うん、いいんだね。じゃあ行きます。Sorry about that, buddy. I thought you were one of those zombies. You got kind of a shambling thing going on. You may want to perk it up a bit. Do you need Zombrex too? I need it real bad. Hey, no, no. I'm just here doing a job. I'm Gary. Who the hell are you? Nick Ramos. Hey, do you work in there? Can you help me? In there? No, no, not that kind of job. No, my boss is kind of a big shot around here. He helps people who are desperate. So he's a crook. Hey! Don't be rude. I like to say kingpin. I think it sounds a little classier. Anyways, I gotta get in there and I gotta get a body for my boss.
Tell you what, why don't you climb up there? Let yourself into the roof, then let me in. I know where the Zombrex is in there. You help me, I help you. Why won't you climb up there? All right. You don't want the Zombrex. That's not my problem. I'll catch you later, kid, maybe. No, wait. You got a deal. All right. Here, let me do you a favor, Nick. Let me show you a little trick that'll come in handy sometime. Show you a little goodwill. All right, keep an eye on those zombies there, right? Watch this. Now, this is the best part. Now, get your ass up there and let me in. Oh, goes off all the time, right when I'm in the middle of... Yes, boss. Yeah. No, sir, I'm climbing up there right now. I'm on it. I'm all over it. Yeah, I got a cover. はい、というわけでですね、変な怪しい男と協力することになって、ゾンブルックスのありかを教えてもらうことになりました。そうですね、今久しぶりですけど、女王蜂ですね、女王蜂、まあ、前回もありましたけど、女王蜂がサイン欲しくて、ね、こいつらはですね、この、まあ、一種のボムみたいなもので、女王蜂をこう敵の大群の中にこう投げ込んだりして、こう割るとそいつはまあ死滅するという、うん、まあボムですね、はい、ボム系だと思っていただければと思います。というわけで、今回も時間がいいところなのでここまでにしたいと思います。次回はこの上に登っていきましょう。それではまたお会いしましょう。バイバイ。